皆さんこんにちは。カローラクロスの開発責任者亀山大蔵です。この車はカローラミーツ SUV をコンセプトに開発されました。このカローラの新しい家族カローラクロスについて語る前に少しカローラのお話をさせてください。カローラとは世界で最も売れているトヨタ車であり、常に時代の最先端のど真ん中、長い年月と労力をかけて作り上げてきたトヨタのヘリテージです。カローラとはトヨタそのものです。1966年日本で初代を発売して以降、世界約150カ国累計約4800万台を販売してきたトヨタのグローバルベストセーラーカーです。時代のちょっと先を行く大衆車であり、今までの歴史を振り返ってみても様々な形が登場し、その時代のニーズに合わせて形状を変えてきました。よってアフォーダブル性を保ったまま形を SUV として出すのはカローラとして必然であり当然です。この車の最大の特徴はお客様の期待を超える車格感とユーティリティです。アーバンタフネスをデザインキーワードとした堂々とした力強い外観、特にワイドスタンスには自信があります。ユーティリティにおいて特筆すべきは500リットルに迫るクラストップレベルのラゲージスペースです。そして大開口による乗降性の良さ、十分なヘッドクリアランス、テンライト採用による視認性の良いキャビンです。安全装備、環境性能についてはカローラファミリーが備える DNA を引き継いでいます。そして新たな魅力ある走りにもこだわりが詰まっています。TMGA-GAC プラットフォームを採用、新開発トーションビームサスペンションによる乗り心地、フラットな走りは素晴らしい仕上がりです。キャビン空間も含め快適さにはとことんこだわりました。もちろん走りの楽しさや必要十分な空間が満たされているだけではなく、お客様の好奇心を刺激し、新しいことにチャレンジする気持ちを呼び覚まし、それら車に求められる全ての快適さが実現されています。カローラクロスとはお客様にとってもカローラにとっても新しい家族です。時には友人、時には相棒、時には兄弟、まさに家族そのものです。大切な人も荷物も未来も全てを乗せて新しいストーリーを作ってください。